ものすごく脳を鍛える5分間の鬼トレーニング。はい、というわけで、ちょっとよく見えないけど、東北大学加齢医学研究所川島隆太郎教授監修のものすごく脳を鍛える5分間の鬼トレーニングの実況プレイやっていきたいと思います。さあ、このゲーム実は昔やったことがあるんだけど、あ、見えてみた。なぜ今更やる気になったかというと、最近ちょっとゲームプレイが下手くそすぎるというか、脳みそ自体が結構ボケてきてるんじゃないかと思うので、このゲームをやり直して脳を鍛えてみたいと思います。今日は何度もお会いしますね。そうですね。さあ、セーブデータを作ってタイトル画面に戻ると、こうやって挨拶も変わってくれる。で、始めるのは鬼トレ補助とかはできないんだよね。まずは鬼トレをやってみましょう。はい、しょうがない、鬼トレ。鬼トレを始めます。鬼トレって厳しそうでしょ？おう、なぜそんなこっそりと。厳しそう。もちろん厳しいですよ。厳しいか。私も心を鬼にして、かっこいい。ビシビシいきます。お、お願いします。角が生えてちょっとかっこいい。いいですか。オーケー。お、なんかちっちゃく家ってある。お、お逃げた上に最後隠れられちゃったぞ。これもはいって言うしかないじゃん。お、オッケー、じゃあはい。いいお返事です。うん、それでは。なんか強制的に言われされた感じから。今日は代表的な鬼トレ。はい。鬼計算をやります。鬼計算懐かしいな。ただの計算問題ではないですよ。うん、確かこれってちょっと前の答えを書かなきゃいけないんだよね。結構難しかった気がする。計算問題が次々と表示されるので、答えを書いていってください。うん、ただし今表示されている問題ではなく、前に表示された問題に答えます。 OK。 一つ前の問題に答えるのが1バックです。まずは私がやってみますね。教授がやるんですか？教授の実演。はい、もう右上のもう分かった。最初の問題が出ました。あ、はい、答えを覚えておきます。5ですね。うん、5ができなかったらもうダメだ。次の問題が出て、脳みそがボケてるとかいうレベルじゃないの。1つ前の問題に答えます。はい、答えを書く前に新しい問題の答えを覚えます。あ、なるほどね。2です。では答えますね。今1問目が5で2問目が2ってことだ。前の答えは正解ですね。なるほど。新しい問題の答えを覚えて、うん、前の答えを書く。わかった。じゃあもうわかったっておっしゃっていいかな。また正解。はい、あ、もう分かった。ではあなたの番です。うん、なんか教授ちょっと寂しそうだな。1バック練習しましょう。はい、1バック。あ、じゃあ練習しましょう。1バックの練習です。お願いします。覚えてください。はい、6たす2ってなんだっけ。8だ。1問前の答えを書いてください。あ、はい、8、1。あ、覚えてない。しまった。覚えながらやらなきゃいけないのか。2だったかな。おお、なんとかいけたかな。完璧でしたね。ああ、そんな大したことではないけど、ちょっと褒め方がうまい。それでは始めましょう。はい、本番はトレーニングが5分続きますよ。 OK、 じゃあトレーニングスタート。まずは1バックです。始める。鬼計算。9始め。9書いて3覚える。OK、
3を覚えて、やりますね、8、次が9、うん、5、2、8、2、1、7、9、5、3。これ口に出していった方が覚えやすいのかな、やっぱり。2書いて、4書いて、2、9、0。あ、まだ続くんだね。何問続くんだ、最後です。あ、なんだっけ ?8? パーフェクト。おー、よかった。まあ、1バックぐらいはね。正解率 100%。初めての鬼計算、いかがでした？あ、本当は初めてではないんだけど。まだ終わりじゃないですよ。あ、そっか、5分やんなきゃいけないんだ。鬼トレは5分続けると効果が高いんです。はい、だから5分まで続けていただきます。強制にね、オッケー。鬼トレはレベル、つまり難しさをあなたに合わせて上下します。例えばこの鬼計算では正解率を見てレベルを変えます。うん、確か 75% 以上とかだったっけ。85% 以上ならレベルアップ、 75% くらいなら同じレベルを続ける、 65% 以下でレベルダウンです。こうやってレベルを変えながら5分間トレーニングを続けます。一緒に頑張りましょう。はい、じゃあ一緒に頑張ろう。教授はやんないよね。それでは鬼計算を続けましょう。今回の正解率は 100% でした。簡単すぎたようですね。まあね。ではもっと難しくしますよ。Oh no! 85% 以上なのでレベルアップ。これあれだね、なんか厳しいとこ行きたくなくてそのうちわざと間違えるとかいう、そういう人もいそう。さあ、早い1バック。鬼計算、お、はじめ。3、よし。0、いいですね。2、あ、なんか早くて困る。3、9、4、2、9だったよね。なんかゲシュタルト崩壊がするんだけど。お、どんどん書こう。これゆっくりやった方がいいんじゃないのかな。でもなんか手が止まらない。あと1問。はい、全問正解。あ、よかった。まあ1バックぐらいはね。正解率 100%。 早い1バックは OK ですね。うん、それでは次は2バックに挑戦です。2バックか。85% 以上なのでレベルアップ。1バックの2倍難しいんだよこれ。2バックは2つ前の問題に答えます。うん、私がやってみますね。お願いします。最初の問題が出ました。答えを覚えておきます。確かボタンを押し続けると早送りできてる。3ですね。次の問題の答えを前の答えに続けて覚えます。3と4です。3と4です。さらに次の問題の答えを前の答えに続けて覚えます。3、4、1です。3と4と1。 OK。 では2つ前の答えを書きます。 OK、 もう分かった。2つ前の答えか。それではあなたの番です。頑張りましょう。2バックを練習しましょう。あ、練習 OK。 練習大好き。2バックの練習です。ちなみに本番は大嫌い。覚えてください。はい、2ですね。2、9。2問前の答えを書いてください。2、9、7だね。9と7があるな。9、7、0、7、0、オッケー。2バックいかがでした？なるほど。頭がもうだんだんこんがらがってくるけど、わかった。ではトレーニングに戻りましょう。鬼計算、
7、0、はじめ、7、0、9、オーケー、0、9、3、やりますね、9、3、2、続けて、3、2、9、やばいやばい、もう忘れてきちゃった、9、2、9、2、9、3、9、3、6、3、6、0、6、0、9、0、9、7、9、7、6、7、6、9、6、9、8、9、8、6、8、6、4、6、4、4、5、9、5、9、1、9、1、6、1、6、8、6、8、9、8、9、9、9、9、2、最後です。パーフェクト。おお、いやー、計算がなんか簡単なのにできなくなってくる。正解率 100%。まあ2バックぐらいはね。レベルアップ。わあ、あ、普通の2バック。鬼計算。6、3。はじめ。6、3、9。3、9、1。いいですね。9、1、2。その調子。1、2、1。2、1、2。1、2、5、2、5、4、5、4、9、4、9、2、9、2、9、2、9、1、9、1、8、1、8、5、8、5、5、5、5、4、48、9、8、9、3、9、3、3、3、3、2、3、2、8、2、8、1。あと1問。全問正解。ああ、なんかもう頭が正解率100%。頭がポカポカしてきた。ね、まだ2バックなのに。このレベルも余裕でした。うん、でももっと難しくしました。そうだね。鬼トレって自分のギリギリのレベルで一番良くなるらしいから、ちょっと厳しいっていうか、上がったり下がったりするぐらいがちょうどいいらしいね。じゃあ早い2バック。鬼計算。2。お、早い。2、8。2、8、0。8、0、5。やりますね。0、5、9、9、9、4、6、4、6、4、6、4、0、4、0、2、0、2、8、2、8、0、8、0、7、0、7、6、7、6、1、6、1、9、1、9、7、9、7、5、757、5、7、8、8、8、8、2、8、2、6、2、6、6。最後です。パーフェクト。ああ、よかった。もうだんだんなんか答えに自信がなくなってきた。正解率 100%。なんとかここまで 100% で来れたけど、何も残り少なくなってます。うん、最後まで気を抜かないで。次はもしかして 85% 以上なのでレベルアップ。ああ、いきなり3バック、3つ戻る答えを出さなきゃいけないのか。これはかなりもうダメっぽい。鬼計算。あ、うん、練習がない、やばい。9、0、1、はじめ、9019018、よし、0186、
1869。その調子。8698。6982。9826。8269。2691。6917。9174。1749。7499。4991。9914。99141。41、なんだっけな。41、なんとか、14。145、50。4509。092。0928。86。最後6だったかな。0928。あと1問。おお、9だったか。素晴らしい。あ、間違えちゃった。いやもうこんがらがってくるな。正解率85%。なんか問題増えてないですか。おっと、いつの間にか6分経ってました。おお、長い時間よく頑張りましたね。いやもう汗だくですよ。お疲れ様でした。はい。パンパ。ちなみに、うん、初めてでこの記録は。いかがでしょう。30から40代の人と同じくらいですね。そうか、そんなに若くねえな。はい、やった。お、あ、角が取れた。鬼計算厳しかったでしょ。いや厳しかった。え、そうでも、あ、そうでもなかったよ。おっと、それはいけない。あれ、鬼トレは厳しいから聞くんです。あ、ですよね。5分間の厳しいトレーニングでワーキングメモリーを鍛えます。うん。ワーキングメモリーというのは物事を行うときに使う脳の重要な機能です。あ、記憶力、俺にとって一番ない記憶力っていうか機能だ。こんな効果が期待できるんですよ。うん、女の子にモテるとか。仕事や勉強の効率が上がって、おバリバリ仕事ができたり、おお、なんかちょっと、うん、成績が良くなったり。頑張りすぎじゃない。あ、次へ。はい。さらに誘惑に負けない我慢強さが身について、目の前の大事なことに集中できます。いやいやいや、パソコンがんじがらめは物理的にできないでしょう。もう OK。 他にも家事やスポーツが上手くなったりなど。うっそだ、家事はともかくスポーツはちょっと違くない。いいことがいっぱいあるんです。本当にそうだっけ。うん、これあれでしょ、最後かっこ個人差がありますってやつでしょ。ワーキングメモリーを鍛える鬼トレ、大人の方だけでなくお子さんにもおすすめですよ。あれ、ぜひ今日から毎日続けてください。ああ、じゃあ頑張ります。毎日の記録をつけるためにあなたの個人データを作りますね。ああ、俺の個人データが。顔を選んでください。取られてしまう。こちらでよろしいですか。はい、私のみ結構似てるなんて言われるんだけど。はい。では最後に出席のハンコを押してください。はい。出席を続けると選べるトレーニングなどが増えていきます。今日は初めての出席で新しい鬼トレが選べます。鬼めくり、計算20も増える。結構増えていくな。はい、今日はお疲れ様でした。このソフトには鬼トレの他にもいろいろなトレーニングが入っています。うん、
ぜひ挑戦してください。はい。なんだって。まあ休みにやるからな。はい。さあ、というわけで鬼トレ補助とか集中時間測定、ああこれやったっけな、これ10分ぐらいなんかこう箱の数を数えるみたいなやつだった気がする。じゃあどうしよっかな。脳トレかリラックス。鬼トレ補助。はい。鬼トレと鬼トレ補助をやることで判断力が速くなる。これ重要だ。はい。ワーキングメモリーのスピードを鍛える鬼トレ補助です。計算20。ああ、俺暗算すごく苦手だからこれでトレーニングしておこう。計算20。上画面に表示される計算問題の答えを下画面にできるだけ早く書いてください。始めます。はい。早速だな。19。しまった。ちょっと待って。いきなり19とかって16だよね。7。54。2。いきなり間違えてるの。やばいな。早速だよ。もっと早く、もっと早く、もっと早く。結構なんか適当な字でもうまくいってくれる。6じゃなくて7。0。最後の0ちっちゃ。はい。おー。自転車級、遅い。ごめんなさい。次回はこの記録上回るように頑張りましょう。もう一回やりたいんだけど。ごめん、いきなり、あ、できない。今日は記録済みです。まんべんなくトレーニングしましょう。計算20。あ、でもできるんだ一応。じゃあリベンジしておこう。6、12、5の9の45、ちょっと消すのが、8。なんか、10、6、3、8、35の、16、14、12。なんか小声になっちゃうな。はい。ダメだな、これ16秒くらいいかないと。自動車級、まあ自転車よりかは良くなったけど、これは、あれやな、こう早く見た上で早く書くっていう、なかなかテクニックが問われる。さあ、というわけで、私の計算能力の低さも露呈したところで、これ結構いっぱいあるんだよね。だんだん解放されていく形式だからすぐにはできないんだけど。はい、というわけで、まあ、あえて恥をさらす形の鬼トレ、どうでしたか？かなり結構難しいけれど、やってる間は結構夢中になれるゲームなんで、まだやったことない人はお試しください。じゃあ今回はこれまでにしておきましょう。後で集中時間とか鬼トレ補助もう一回やっておこうかな。はい、じゃあ今回はこれまでにしておきたいと思います。ではまた次回あるかな、なんかこっそりとやってそうな気もするけど、また新しい鬼トレが出たらやってみたいと思います。じゃあまたね。はい、それじゃあ鬼トレの続きやっていきます。さあ、この誰得企画、まあ俺しか得しないんだけど、2日目やっていきましょう。はい。OK。こんばんは。こんばんは。2日続けて出席です。はい。出席2日になったんで、新しい鬼トレが選べます。鬼ネズミ。結構、早く解放されていくんですね。いいえ、いいえとか言って最初くれちゃった。うん。鬼トレをもっと楽しみましょう。はい。さすがに今更鬼トレやってる人いないと思うけど、今はやめておきましょう。はい。突然ですが、え、川島教授の脳講座を始めます。ああ、あったあった、こんなの。記念すべき第1回のタイトル。飛ばしちゃおう。ワーキングメモリーって何？また今度。うん、なんか寂しそうだな。
では脳を鍛えましょう。はい、というわけで今日も脳を鍛えよう。さあ、まずは鬼トレ。うん、オッケー。いや、前聞いたことあるけど。うん、何？あ、ごめんなさい。あ、もう一回教えてくれる。はいはい。このさ、絵がどう見ても脳ではないよね。かなり腕を使ってるように見えるけど、あ、イメージだね。はい。うん、実行機能、抑制機能、予測や判断ができる。あ、抑制機能が強くなるってことは、ついついこう甘いものが欲しくなっちゃっても我慢ができるようになると。なんか脳みそ使ってたら結構甘いものとか欲しくなるんだけど、逆効果じゃないの？まあやってりゃわかるか。はい。全部俺にとって欲しい能力ばっかりだな。ワーキングメモリーを鍛える鬼トレです。はい、というわけで今回は鬼計算ではなくて鬼めくりと鬼ネズミに挑戦してみようかな。よし、じゃあまずは鬼めくり。鬼めくり。はい。伏せたカードをめくって同じ数字のペアを見つけてください。カードを2枚めくって同じ数字なら消えます。つまり神経衰弱ってことだね。2回以上めくって消えないとお手つきとなります。なるべくお手つきしないでカードを全部消してください。では鬼めくりを始めます。最初はレベル2から。うん、レベル2から。中途半端ですね。鬼めくり、はい、はじめ。お、なんだ、8つしかないじゃん。8 3 8。 OK。 3やりますね。6。お、続けて。パーフェクト。うん、簡単だね。正解率 100%。 OK。 いかがでした？まあこれぐらいならね。ルールのおさらいです。 OK。 カードをめくって数字を覚える。同じ数字のカードを見つけたら一緒にめくって消します。うん、数字が違ったらお手つきです。分かったない。簡単に言うとトランプの神経衰弱です。うん、最初からそう言ってくれれば。そしてお手つきの回数で正解率が決まります。うん、まあ神経衰弱だってね、最初ルールを聞かされないとよくわかんないからな。鬼計算と同じようにレベルを調整しますよ。お願いします。では続けましょう。 OK。 85% 以上なのでレベルアップ。さあレベル3。鬼めくり、はじめ。6 9 30。よし、6が消えて9 3 10。いいですね。9と10。その調子。お、ラッキー。全問正解。うん、まだまだ簡単だね。正解率 100%。 やりますね。このレベルも余裕でした。もっと難しくしましょう。 85% 以上なのでレベルアップ。はい。鬼めくり、だんだん難しくなってくんだな。20の5 3の1。お、 OK。 20 3 1。お、やりますね。20と3 8 4。続けて。3 8 4 8 4。パーフェクト。うん、なんか今気づいたんだけど、これってさ、最初のうちにめくったカードがすぐ後に出てきた方がラッキーだよね。いっぱいこう合ってないカードを覚えておくよりもさっさとペアになってくれた方が。なんか教授とちょっとセリフが重なっちゃって聞こえづらかったかな。まあいいや、気にしない。鬼めくり、はい、つまり運も関係するってことで、始め。最初から合ってたら美味しいしね。15 20 6 17。お、なんか6 17 15 20。よし、15。あれ、もう忘れちゃったぞ。13 15 20 13まで覚えてるけど。おお、15 20 13 5の14。え、6 17 17って出てきたっけ。わかんない。あ、ここ、あっとか言っちゃって、どこだったっけ。13。一回忘れちゃうとどこだか分かんなくなるな。5の10。慌てないで。おお、14 14、確か真ん中あたりだった気がするんだけど。5。いいですね。15。その調子。6 13。
これなんだっけ、14。ああ、なんとか持ち直したか。正解率 70%。 うん、次はレベル据え置き。はい、鬼めくり。だんだん難しくなってきたな。はじめ。12の18、7の11、12、7の11、なんだっけ。あ、しまった、8と18を間違えた。11、どこだったっけ。やりますね。あ、OK。 続けて6。あ、6出てきたような気がするけど、18、7下だったような気がするけど覚えてないから。あ、お見事。 OK。 自信がないところは避けるっていう。正解率 85% 以上。あ、よかった。次はレベルアップ。はい、鬼めくり。はじめ。なんかだんだん狭くなってきたな。18の20、9の3。お、よし。18、23の10。いいですね。18、23。その調子。18、23、17。17、16、18、16。あれ、どっちだったっけな。20、16、20。 OK。 よく分かんなくなったら安全策。全問正解。あー、賢いじゃないの。脳みそ使ってるじゃないの。100%。もう3分過ぎてますけど。え、ここからが本番ですよ。待って、まだ3分だ。集中を続けてくださいね。もう私の脳みそだいぶ温まってるんだけど。 85% 以上なのでレベルアップ。はい、鬼めくり。はじめ。13の11、3の6、7の14。あーば、ちょっと OK。 だんだん分かんなくなってくるんだけど。6ってどこだったっけな。やりますね。11、3、17だったかな。20覚えてない。5分かんない。あ、ラッキー。12、あ、出た気がする。3、じゃ3ってどっちだったっけな。 OK。 12、5、7、どこだったっけな。11、7。パーフェクト。おお、どやー。正解率 100%。 うん。次はレベルアップ。鬼めくり。結構ここまでいい調子かな。はじめ。わー、増えたな。やり直すってのは回数制限があったんだっけ。5の12の18、10。よし。18、2とか、8と20とか、なんか似てるところが出てくるんだよ ね。 いいですね。12、どっちだったかな。ああ、わかった。7、1。はあ、2、どこかに出てきたはず。7、おっと、あ、あれ間違えた。ああ、おか、隣か。18。落ち着いて。おお、安全策、安全策。5、20。お疲れ様でした。正解率 83%。 あー、残念。ここ1回のミスでいかなきゃいけないか。鬼めくり。わかんなくなったらやっぱり他のカードを見た方がいいな。ラッキー。ラッキー。17、12。本当に喜んじゃったよ。17、12の9の12。いいですね。17、9。17、9、16、14。10の3。その調子。10の3、5。17。10の、どこだったっけ。10あったよね。2。お、ラッキー。3、あー、3どっちだったっけな、覚えてない。3、14、5。あっと、あー、間違えちゃった。16、10、3、14、どっちだったっけ。慌てないで。あー、くそー。頑張りましたね。あー、今の悔しい。正解率 83%。 5の方を選んでおけばよかったか。
さて、いや、5が分かってら14だって分かるような、どっちも分かりませんでした。すいません。続きはまた明日ですね。はい。お疲れ様でした。うん。今日の記録はレベル8。今日からグラフにつけます。はい。鬼トレグレード、鬼トレグレードは鬼トレの総合的な評価です。あなたの全ての鬼トレの記録で決まります。鬼トレの記録を上げると緑色が増えていっぱいになったらグレードアップです。頑張って鬼トレグレードを上げましょう。グレードアップ。あ、言ってくれる。グレード E になりました。おめでとうございます。ありがとうございます。鬼めくりでレベル7を記録したので表彰状もらいました。はい。これ何レベルぐらいまでいったかな。結構わからなくなったらやり直しっていうボタンを押せば2回ぐらいまでは許してくれるんだっけな。あれやればいいんで結構簡単な方ではあるんだよね。さあ次、鬼ネズミ。これは見た目面白いんだけどあるレベルからかなり難しくなるんでね、頑張っていきましょう。鬼ネズミ。はい。ネズミと猫をパネルで隠します。ネズミや猫が出たり入ったりします。パネルが下の画面に表示されたらネズミが隠れているパネルを全部タッチしてください。では鬼ネズミを始めます。最近というかようやく気づいたんだけど、私がタッチしてるところって画面上では表示されないから言葉で言わなきゃダメだよね。真ん中ら辺だったかなとかさ。じゃあ始めよう。鬼ネズミ。お、左上と右上ね。うん。ずれてずれて、今真ん中あたりにいるよね。おっと、左下の方に移動したぞ。おっと、これははみ出てしまう。お、これは簡単だね。正解。第2ラウンド。見た目は猫とネズミが出入りして楽しいんだけど、これがそのうち、あ、どれぐらいブロックが動いたかなってなっちゃって頭こんがらがるんだよね。パーフェクト。オッケー。さすがにこのレベルはね。も正解。初めての鬼ネズミはいかがでした？まあまあ。レベル調整のルールを説明します。鬼ネズミは2問続けてやります。2問とも正解でレベルアップ。1問だけ正解ならレベルはそのまま、正解がないときはレベルダウンです。うん。だからさ、これ1問目で間違えちゃうと、ああ今回レベルアップできないんだって結構テンション下がるんだよね。このようにレベルを変えてギリギリの難しさで厳しくいきますよ。教授のその手は何なの？ワキワキして。鬼ネズミを続けましょう。はい。さて今回は2問正解でした。まだまだ余裕みたいですね。イエス。2問正解なのでレベルアップ。鬼ネズミ。あ、そっか、早くなるのか。1問目。これは大変だな。左上の方に行って、おお、早速早い。あ、ごめん、いきなり、見失いました。あ、よかった。見失ったネズミがまた入ってくれた。出て入って。どこだ？正解。左下のこの人は、教授のアイコンか。2問目。左上の方にいるんだね。ああ。どの辺？今どの辺？出て行って入ったところを見れば、覚え直すチャンス。右上あたりかな。全問正解。うん。2問とも正解。よかった。やりますね。このレベルも余裕でした。うん。もっと難しくしましょう。どんとこい。2問正解なのでレベルアップ。鬼ネズミ。1問目。3匹か。真剣に覚えるとなると
言葉を発する必要がないから黙っちゃうな。一匹出て行って、今左上の方に固まってるよね。正解。うん、これやってる俺自身は結構楽しいけどさ、見てる人たちにとって楽しいのかどうか怪しいな。見てても、あのネズミここにいるなとかって言えるからいいのかな。だって冷酷な実況プレイ今更だけど痛感するね。私の脳みそが鍛えられるかどうかの瀬戸際。パーフェクト。うん、今度の正解。おっと、まだ簡単でした。ではこのレベルはどうでしょう。2問正解なのでレベルアップ。鬼ネズミ1問目。早い3匹となるとかなり難しいんじゃないかな。おーっと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 、うん、出てって、お、並んでるね。わー、ずらされた。正解。オーケー、なかなかいい感じ。2問目。お、おう、今右下の方に行って、弾き出されて戻ってくる。ほいほいほい。全問正解。オッケー。2問とも正解。おや、もう3分ですね。うん、これはちょっと早く感じるな。でも気を抜かないで頑張りましょう。あと2分ぐらいって簡単に言ってくれるな。2問正解なのでレベルアップ。わ、4匹。これは結構多いな。鬼ネズミ1問目。しまった、やばい、今スタートのやつ全然見てなかった。ごめんごめん、今ちょっと重要なことが他にあったので。あー、ネズミが、お、ネズミが今入ってて、って入った。ラッキーじゃないじゃない、そういえば4匹だった。どこだろうこれ。最初のやつ見ておかないとか。しまった、どこだ。勘で答えるしかない。あの流れで言うと、この辺。正解。うおー、やった。最後動いてないところ選んでよかった。2問目。奇跡じゃ。うん、今だいたい真ん中あたり並んで、おー、今右の方、お、右下の方に固まってる。パーフェクト。いやー、1問目はかなり危なかった。調子よくレベルが上がってますね。うん、ガンガン難しくしていきましょう。2問正解なのでレベルアップ。鬼ネズミ1問目。お、早い。おー、あわわわ、あれどこだ。あと1匹。正解。あー、よかった。2問目。2問目。おー、わー、ちょっとそんなに押し出さないでよ。全問正解。オッケー。2問とも正解。おっと、5分経過です。これは結構短く感じるな。集中してるとあっという間ですよね。うん、今日はここまでにしましょう。よかった、今回結構調子よかったな。お疲れ様でした。早い4匹までクリア。今日からグラフにつけます。はい。鬼トレグレード。うん、もうちょっとだったか。お、1日で鬼トレを2つしたので表彰状をお送りいたします。お、OK。 ちなみに前の記録は俺7匹ぐらいまで行ったんだけど、7匹になるとなんか途端に難しくなるんだよこのゲーム。やってみればわかると思うけど、あれは
なんかこういきなり難易度が上がりすぎてなんかやる気なくすぐらいだったからね。じわじわ上がってってほしいとこで。さあというわけで鬼トレは終わったかな。ここまでで結構時間かかっちゃってね、20分ぐらいかかってると思うんだけど、1日5分とか言ってるけど実際にはその倍ぐらいかかるから結構大変なんだよね。さあじゃあ鬼トレはやめよう。何鬼計算やらないのかって。鬼計算はね本当に頭が沸騰しちゃうんで、あれは個人的にやっておこうかな。さあ鬼トレ補助、ワーキングメモリーのスピードを鍛える鬼トレ補助です。今回は漢字破壊しかないのか。うん、漢字破壊はまあぶっちゃけ結構あの出てる漢字をただひたすら書いていくだけというミニゲームなんだけど、しかも結構雑に書いても OK っていう。上画面に表示される漢字を1文字ずつ書いてください。正しく書けた漢字は破壊されていきます。全ての漢字を破壊しましょう。漢字はできるだけ一般的な書き順で丁寧に書いてください。これ書き順は一応判定されてんのかな。まあいいでしょう。傾けないでまっすぐに書いてくださいね。はい、これ実際ねさっきのよくわかんない漢字の方も OK って言われるぐらいだから結構緩いんですよ。パスもできる。はい、とりあえず書くだけ。さあ、はい、今ね DS を片手で高めに持ってるので結構書きづらい。この字汚いけどいける。お、これ漢字の読みとかが最後に、おーっとこんな途中で甘すぎるでしょ。これ書き順、これはこう、あーまだ途中なんですよ。最後まで逆に書けないじゃん、甘すぎるよね。ほい。あ、いいのかな。あ、こんな汚い字でもなんとかなっちゃう。ほい。これ要するに早く書けない。トトロク。このぐらいで。あ、許してくれる。最後まで書かなくてもいいけど、やっぱ書いた方がいいよね。しかし書きづらいな。ほい。これさ、今までのはなんかこう見ただけでなんかこう見てる人も楽しめるだろうけど、これは本当に俺が書いてるだけじゃん。これはあ、そっか、つまり読みを言いながら書けばいいんですね。これ小という字だと思う。だと思うって、添加物の点。ああまだ書ききってない。これなんて読むの？これっていうしかないんだけど読めないから。難しい漢字多すぎじゃないですか？えい、激。ほい。おお。葵の門どころ。書き順が合ってるかどうか怪しいんだよな。ああ、すっごい汚い字。ああ、でも、なんとかなった。これね、DS を置いてプレイしたいところですね。まあ、もともと字はかなり汚い方なんだけど、これなんて読むの？なんかあの、探検のゲームをやってみたいな。おー、出た。ふ、しんの、こう、わいろのろ。よだれ、すい。たん、しゃく、とどろき、はい。えい、これでえいっていうものか。親戚の席。もみ、よしみ、かじ、添える。さん、かおり。これでかおりって普通に読むんだ。ちゃんと読みの部分だけカタカナで書かれてて、送り仮名まで分かっていいね、これ。青い、劇、祖、章。ああ、なるほど。読み方の一つだから他にもあるんだよってこと。はい。自転車級。まあそうだよね。これ早く書こうと思ったらさ、もうミミズののくた、のたくったような字になっちゃって、とても漢字を書いてるとは思えないんだけど、そっちの方が早いんだよね。ゲームの癖を見抜いて、
素早く安定されるにしていくと記録が上がっていくという。ワーキングメモリーの処理速度の向上が期待できます。このゲームやってたらさ、私の滑舌の悪さも治ったりしませんかね。ワーキングメモリー万能説。 OK、 さ、漢字破壊もやったんで今回はこれぐらいでやめておこうかな。脳トレ、脳を柔らかくするやつだよね。加齢による脳の働きの低下を防ぐトレーニングです。つまり脳みそがだんだん硬くなってきた俺にとってはバッチリ。脳の老化防止が期待できる脳トレです。お、陣取り対局。あ、こういうなんかちょっと特別なルールのミニゲームなんだっけ。陣取り対局。陣取り対局、これ昔やったことあるのにほとんど覚えてねえな。記憶してないんだな全然。交互に駒を動かして相手にもたくさんの陣地を取ってください。青色の駒があなたです。マスに書かれている数字はマスの大きさを示しています。点滅するマスをタッチすると駒が移動します。白いマスに乗ると自分の陣地となり、マスの大きさ分の得点が入ります。相手の陣地には入ることができません。終了した時に得点の多い方が勝ちです。 OK。 お、面を選んでください。普通面、じゃあ1から全5問。あ、1の中に 5問入ってるのか。点滅するマスをタッチしてあなたの駒を動かしてみましょう。うん、1、お、3、うん、じゃあ2、嘘だよ、ここは4でしょ。 OK、 なるほど、陣取り対局。確かこれってなんかこう敵が自分の陣地に入れないことを利用しないと勝てないところがいっぱいあった気がする。素晴らしいとか言って言われるほどかね。勝つためにはいろいろな動きを試してみることが大切です。はい、相手も、相手は次どう出る？とりあえず2は取っちゃいましょう。待てよ、これ罠なんじゃないのか？あ、わかった。これは2を取りに行きたくなるけど、2を取っちゃうと同点になっちゃうんだな。ここ1でしょ。そして俺がもう一回1を取って、相手が下に行く。そして俺がこれを取る。なるほどね。いや、一回やったことあるはずだから、きっとどこか片隅で覚えてるんだよ。それを思い起こすという、これも脳トレ。おっと、どちらか一方がマスを取れなくなる状態を封鎖と言います。封鎖を試しましょう。はい、じゃあまずは向こう。あ、これは簡単だね。ででん、封鎖、残ったマスはあなたのものとなります。ででん、お見事、あなたの勝ちです。いいね、結構楽しい。封鎖のコツは相手の進路を塞ぐことです。相手の動きを意識して動いてみましょう。なるほど、相手は高い点から取りに行くから、この場合4の方に行くってことだよね。じゃあ1に行って、そう来るでしょ。でここで2を取っちゃう、下の方の2を取っちゃうと相手は1個戻る。で3を取る、うん、そうすると下の4を取るか右上の3を取るかを選んでるんだな。じゃあもちろん合計で多い方。どう？なるほど、パズルゲームだね。おっと、相手の動きには規則性があります。対局の中で規則性を見つけていってください。うん、この場合相手は2の方に行くっていうことだな。相手の方が今ポイントが高いから、基本的にここは自分が左の2の方に行くんではなくて、右の合計4ポイントが欲しいから真ん中を通る。うん、おー、こんな感じか。オッケー、脳トレも楽しんだところで今回はこれぐらいにしておこうかな。いやー、結構時間かかるっちゃかかるけど、1日1回どれでもいいからやると効果があるらしいので、その辺はお好みの、自分の好みの鬼トレだけやるって結構なんかあれじゃね、なんかまんべんなく育てられなそうな気がするけど、まあそんな感じかな。はい、というわけで今回はこれまでにしておきましょう。あ、おー、
鬼トレになるとこれ角が入るんだっけ。さあ他にもまだまだ残ってるみたいだけど、しばらく出席しないと出てこないから、またしばらく待たなきゃダメかな。 OK、 じゃあ今回これまでにしておきます。ではまた次回ありましたらよろしくお願いします。